はい、どうも皆さんこんにちは。いや、2日目の動画ということで、まだ2日目じゃないんですけども、これからですね、今広州、中国の広州にいるんですが、この辺のおすすめの料理というかね、ご飯屋さんを試してみたいかなというふうに思ってます。まあ、とにかく外が暑くてね、僕今冷房を16度でかけてるんですけど、なかなかね、まあ涼しくはなってないですね、正直ね。なんですが、ちょっとでも時間が微妙なのかな。なんかね、こう結構ご飯屋さんとか外にあるんですけど、日本って結構さ、平日でもさ、5時半とか6時ぐらいになると人がこう仕事終わって帰ってきて、なんか賑わってるイメージだけど、そこまででもないんですよね。まあ車の文化っていうのもあるかもしれないですね。地域にもよると思いますけど。で、僕が今いる駅がこういう字の駅です。これが、まあ、ちょっと読み方わかんないけども、この字のあれで覚えて電車も降りてそこから歩いてきたっていう感じなんですけど、まあ、この辺、まあ、遊園地が一つ、大きな遊園地が目の前の道路を挟んだところにあるんですけど、まあ、そこそこ人が、あの電車も降りてたんで、まあ、いろんなレストランがあると思うんで行ってみたいと思います。それではついてきてください。カモン。行けた。へえ、お前らどうしてんだよ。はい、というわけで外に出てきたらね、こんな感じの街でした。さっき入った、なんかね、日本ではね、あんまり見かけないね、野良犬っぽいのがいて話しかけたんですけどね、逃げられちゃいましたね。こういうね、あ、明治屋、明治、明治屋、まあ明治じゃないね。なんかこれはコンビニ的な感じかな。あ、ここにもある。なんで分かれてるの。あ、分かれてないか。うわ、中に見て、なんかでかいスイカが入ってる。やばいやばい、こんなことしてでかいスイカを見てる場合じゃないんですよ。何にしよっかな。つうか、マジ全然ここに 2,3 日もいてもいいわっていうぐらい美味しそうな、楽しそうなところがあるね。ほら、あー、なんかすごい変なこと言うとシドニーを思い出すな、このちょっとしたチャイニーズ系の。なんか本当はなんかあんまりないのかなとか思ってたんですよ。食べるところがどこで食えばいいんだよとかあると思ったら、意外とありすぎて全部行きたい。うわー、うまそう、超うまそう。こういうのとかさ、で俺このカモとか読めるじゃん、ご飯だなとか、だからいいよね。そうだから、なんか俺もさ、あの中国語っていうの喋れないけど、ただその漢字が少し分かるだけでもだいぶ違うよね。南とか北とかさ、ありがとうございますって感じでね。はい。あ、さっきこれあったぞ。なんかさ、ブルースリーのさ、ブルースリーだよねこれね、なんかモチーフっていうか。いやー、俺ね、中華マジで好きなんですよ、こういう感じの。いや、一人でも俺今マジで払ってるから全部いけちゃうかも。だってさ、とりあえず喋れなくても指差しを出てくるんでしょ、これ最高だよ。値段も多分安いんだよね。いやー、うまそう、うまそう。あ、これ多分なんだ、内臓系かな。これはいわゆる蜂の巣ってやつじゃない。いや、そこにこれね、なんかね、あるんですけどね、これね、このブルースリーのマークのところ、あ、ファミマタケ、ちょっと気になるんですよ。さっき空港にもあって、やっぱりあの、あ、ほらほら、ブルースリーのマークいや、結構いろいろあるんですよ、ここだけでもね。ぐるーっと回れそうでしょ。本当はね、もうね、シャワーが浴びたくて仕方ないんですけど、どうせ浴びて外出ても汗かくから諦めたっていう。2階までありますね、ちょっと行ってみましょうか。とっちょとっちょ。なんかね、俺ね、ああいうね、建物あるでしょ、ああいうの
はい、日本では絶対ないような作り、こういうの、こういうの見られるだけでね、本当嬉しいんですよ、ね、やっぱりこうね、日本で地震が多いからどうしてもこう作りとかもしっかりしなきゃいけないじゃないですか。だからああいう建物ってなんか見れなかったりするよね。フィリピンにあるものもそうだし、外国来たって感じ。だからカメラ、ビデオカメラに向かってこう喋ってる人ってなんかね、相当珍しいのか、やっぱ見られますね。まあ日本でも見られるか、俺も見るしな。うわここ美味しそう、これにしようかな。まあ、こう漢字とこの赤い字がそそるよね。いやどうしようかな、ちょっとやっぱね一周したい、どうしても食べて一周するか、一周しながらなんかいいのを見つけて食べるかみたいな。これシュート見とくの店、これシュート見とくの店じゃないよね、違うか。じゃあ進んでいきましょう。こっちをね向けて撮ってるね分にはね、そんなに変な人じゃないんだよね。あ、新店舗オープンですか。なんかこっちにもなんかあるでしょ。あーっつ、うわもう全部美味しそう、全部食べたい。やっぱりレストランです。あー懐かしい、やっぱりこの中国独特の飯の炊いた時の匂いってマジでシドニーを思い出しますわ。カチョカチョ、ああちょっとね、俺これ一個思い出した話があったわ。あんまり中国人が好きな人とかいい思いしないかもしれないけど、俺昔シドニー行った時にルームシェアっていうか、まあやっぱシェア制なんですよ、あれ戻れねえ、シェアしてたんですけど、隣の部屋が中国人の子で、なんかね、まあ正直くしゃみしてもすぐ聞こえるような薄い部屋だったんですよ。でその部屋でまあなんつうの、こうもう何をしてるか大体音で分かるんで、大体イヤホンとかしてたんですけど、ある時1回じゃねえな、めちゃくちゃ臭くて、え出たよこれ、マジっすか。これねフィリピンにもあったな、この動かない。いやなんだっけ、そう中国の隣の部屋にいたんですけど、なんかねめちゃくちゃ臭いなんかね飯を作るんですよ、その人が。原材料とかねマジで分かんないような、ちょっとごめんね。